上野城は現在の三重県津市川下町を上野に存在した日本の城である。上野の街並みを見下ろす標高30メートルの台地上にあり、台地の東側は断崖城になっていて伊勢湾を一望でき、他の三方は谷に囲まれ、南方は津市街が間近に見られる。東西230メートル、南北120メートルの規模で、本丸は80メートル四方の高台で。 低い土塁と北セグルの矢倉大城地を備えている。東側に二の丸が置かれ、その東側には幅20メートル近い空堀が作られており、北側に入り込んだ谷は小津には池と書かれていて、南、西の谷と共に城を囲む自然の堀を形成している。現在は本城山青少年公園となっており、本丸跡には2階が資料室となった展望台が設けられている。 元気元年、織田信金が、辻城の仮城として、和筆三吉に築城させた。天正八年、辻城の完成により、信金が居城を移したため、和筆三吉が城代となり、文禄三年に、信金が大見へ改役になると、三吉が城主に任ぜられて独立した城となった。元名五年、三吉の養子志向は、大国大判へ違法となったため、 会場となった。なお浅い長政が滅亡の後、長政の妻であるお市の方と娘の茶々、初、甲は信金に預けられ、一時この城で過ごしたと言われてきた。しかし、近年の研究によると、当初、お市の方と三姉妹を保護したのは、信金ではなく、信長、信金おしたちのおじである、織田信次であることが明らかとなっており、 上野城に滞在していたとされるのは誤りで、森山城で過ごしていたのが正しいとされる。ありがとうございます。